ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。パート5でいただいたコメント、ナナミさんからのコメントです。ウポツです。リーザスのマルク、ポルクを止めたおばあちゃんの声リアルですね。あのおばあちゃんキャラクターに合ってます。思ったんですが、魔物にもボイスがあるし、レティスの声が気になります。どんな声なんでしょうね。次回も楽しみにしていますというコメントいただきました。コメントありがとうございます。レティスにもね、声が付けられているのはもう、キャラクターは、CV は発表されてるんでね。ああ、なるほどっていう感じのね。うん。ただ、その声優さんが、どういう感じで吹き替えるのか、声を当てるのか、がすごい楽しみですね。知ってる声だけれども、さあどうなるのかっていうところですよね。これですね、そして。打ち捨てられた魔法の船。間違いない。これは船じゃ。パルミドで聞いた古代の船じゃぞ。塗装はだいぶ剥がれちゃってるみたいですけど。地表の隆起パターンじゃないな、これは。飛んできたパターンだな、多分。この船を我が物とすれば、ニックキドルマゲスのやつめを追うこともできようぞ。しかしどうやって海までこの巨大な船を運べばいいのじゃ。わしには見当もつかん。物理技使うんだったら丸太しかないよな。でも最初この船を押すか持ち上げるかしなきゃいけないから相当きついか。せめてもう少し海のそばならどうにかなるものを。そうじゃ、ちょっと地図を見せてみ。まずここがわしの城じゃ。はいはいはい、トロデさんの。そして今いる場所は、ここか。トロデさんのいるところからどうやって、あ、これは洞窟かなんかがあって、これ岩山の中通ってんのかな。つまりこの船は城の南にあるというわけか。意外とそばにあったんじゃな。これは城に戻って図書室で古い記録を調べれば何かわかるかもしれんぞ。お、城じゃ。トロデン城に戻るぞ。俺ワンチャン石回りさんに頼むっていう手を思い浮かんだけど、さすがに人頼みすぎるか。さすがにダメだったか。はい、ということでですね、前回はゼシカだったので今回はククールで行きたいと思います。ククールね、すごい動きが軽い。おっと、前見てなかった。タホドラキ来てた。逃げれるかな。ちょっときつそう。逃げれなさそうだね。ダメだね。じゃあ、溜めてこうですね。この前の雑魚戦高速になってなかったんだよね。いや、防御してるのに8も食らうのか。対して防御しても意味はない。いや、意味あるか。12が8になるくらいか。防御もう一段階溜めます。これで確実だと思う。仲間を呼ぶ。タホドラキは完全スルーですよね。しかし助けは来なかった。来なかったパターンもあるんだな。防御、攻撃、防御、イオで。オッケー。雑魚戦にまで貯めなきゃいけないなんて辛いよな。もっとサクッと終わらせたいんだけどね。もうこの時点ではレベルはだいぶ低いってことです。あいつはやばいんで、この向きで進んだら、あ、オッケーオッケー、消せたね。あのピンクのやつもね、やばいんだ。強いんだ、こいつも。さっき戦ったんだけどね、痛恨の一撃で、主人公に69食らわせてきてね、今ヒットポイント低いの、そのせいなんですよね。デホイミ、撃てばいいものをね、渋ってね、MP 渋ってるから。MP 渋りんだからさ。何もないかな。はい。洞窟があるんですよね。ちょっとみんなに見てもらおうかな。こんな感じ。今洞窟のそばにあるんですけど、なんかこの洞窟通った記憶あるんだよな、まだ。うお、出てきた瞬間リリパッド、ドーン。オッケー。20貯めれば窓ハンドワンパンっていうのは分かってたからね。雑魚戦でこんなに時間取られるのは辛いな。
新しい敵がまた湧きましたね。スルーで。ホイミスライムか。ちょっとマップの探索もしたいんだけど、スルーで。おー、あ、こいつは戦ったやつかな。この暴れ牛鳥の色違いがちょっと怖いな。すげえ大穴あるな。よく開けたな、この穴。よく作ったね、この行動を。それがすげえわ。マイクラでね、一生懸命ピッケルで岩山掘るからわかるわ、この辛さが。素晴らしい。デスファレーナ？とりあえず出れた。洞窟こんな感じだったっけな？なんか違うような気するけどな。違ったような気するけど。まあいいでしょう。おお、なんか強そうなやついるな。魔術師系の強そうなやつ。さあ、正面左に見えて、なんか暗雲立ち込めてる感じのエリア。あれがですね、トロデさんが治めていた。トロデ城。トロデーン城だっけ？トロデーン城ですね。でね、ちょっと個人的にお気に入りなんだよね。ちょっと見てもらいたいんだけどさ。ここ。ここすごい好きなんだよね。なんか。なんでかよくわかんないんだけど、ただの石畳の道なんだけど、すごいここの雰囲気が好きでね。あー、完全に閉まっちゃってますね。このままでは入れんの、ゼシカ。この茨を魔法で何とかしてくれんか。いいけど、城ごとぶっ壊れますよ。仕方ないわね。ちょっと待ってて。お、ギラか、メラか。これで入れるわよ。でもお願いだから、このお城の茨を全部焼き払えなんて言わないでよ。器用ですね。私の魔力じゃとてもじゃないけど、そんなこと不可能なんだから。よく茨だけ燃やしたな。木のドアに見えたけどね。あれか、突っ込んじゃいけないやつかな。この BGM も人が弾いてるんだからな。なんと荒れ果ててしまったことか。これもすべてあのドルマゲスによる呪いのせいじゃ。わしらの旅はあの日、我が城の秘宝が奪われたことから始まったのじゃったな。秘宝か。ああ、はい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 。オディロ委員長。まあいいか、言わなくても多分描いてくれるから大丈夫か。姫や、星を見るのもいいが、外は冷える。そろそろ部屋に戻って休んではどうじゃ。ええ、お父様、今参りますわ。ちょうど顔が隠れてる。何事じゃ。お主、一体どうしたのじゃ。誰かいませんか。人が倒れています。医者を呼んでください。しっかりしろ。一体何が起こったのじゃ。王様、何者かがこの上の封印の間に、封印の魔者と、まさかあれを狙う者が。お父様、賊がまだ潜んでいるかもしれません。お一人では危険ですわ。いや、もしあれが、あの秘宝が狙われているのだとしたら、こうしてはおれんのじゃ。ええ、ですから私もご一緒します。そうじゃな。それがいいかもしれん。
貴様、ここで何をしておる。その杖に触れてはならぬ。これはトロデ王にミーティア姫、よもやあなた方に見つかってしまうとは。しかしその慌てよう、やはりこの杖は噂通りの力を持っているのですね。お前は道化師の貴様、我が城に近づいたのはその杖が目的だったのか。さすがは王様、話が早くて助かりますよ。このトロデーン城の奥深く封印されし伝説の魔法の杖は、持ち主に絶大なる魔力を与えるとか。私はこれを手に入れて究極の魔術師となる。そして私のことをバカにしてきた愚民どもを見返してやるのだ。やめろ。その杖は世に解き放ってはならぬと伝えられるものなのじゃ。止めても無駄です。さて、それでは早速この杖の力を試させていただきましょうか。トロデオ、まずはあなたに実験台になってもらいましょう。おや、もっとすごい力を発揮するかと思ったのに。姿を魔物や馬に変えただけか。この程度の呪いしか使えないとは期待外れだな。なるほど、この結界が杖の魔力を抑えているのですね。ならここを出て結界の外で杖の力を試してみるまでです。さあ杖よ、お前の真の力、我が前に示してみせろ。おお、この溢れんばかりの魔力、なんと素晴らしい。これは、この力は、抑えきれない。なんじゃこれは。あの時、結界の中にいたわしらはともかく、どうしてお前が無事だったのかの。わからんか。まあ、運が良かったのじゃろうな。お前は昔からそうじゃったし。兄貴、そんなところでおっさんと釣ったって何してんでさ。城の中で、あの船のことを調べんでけしょ。さっさと行くでかしよ。そうじゃったな。
確か城の図書室はあの辺りにあったはずじゃ。はい、ということでですね、まあ、初見の方々はようやく、こういうことが起きたんだなとか分かってきたんじゃないかなっていう気はしますが、まだそのなんていうのかな、隠されているとこは全て明らかになってないですよね。まあ運が良かったっていうことで済まされちゃったけど、なぜ主人公はあんな強大な呪いを受けても石化せずにね、こうやって朽ち果てることなく耐えていられるのかとかね、そういうのをまだ描かれていませんが、これから分かっていくことでしょう。はい、ということでとりあえず今回はここまでにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。